ルートの掛け算と割り算をやったので今度は足し算引き算に入っていきたいと思います3ルート2足す2ルート2ってこれ例えばいくらになると思う。なんかこう掛け算とか割り算の時と同じように考えると5ルート4とかにしたくなりそうやけどこれは違うやこれはあかんでルートの足し算の時は 文字式と同じように考えてください。つまり、このルート2を一つのまとまりとして見てあげるわけね。まあ仮にじゃあ X にしとこうか。3X 足す 2X ってなんぼこれ X が5つあるから全部で 5X なのやな。これも一緒なんです。ルート2が3つ。そしてルート2が2つあるから合わせて5ルート2ですよと。 ここのルートの中身が同じときは、この整数の部分を足したいだよね。ルート二が三つとルート二が二つってことやろここ掛け算やねんから。それ合わせたらルート2五つになるやな。引き算も一緒です。例えば、六ルート三引く二ルート三やったら、これはルート三とルート三ルート中身が一緒なので、六引く二して四ルート三ですよと。 ここの引き算をしたらいいよね。ま、なので、文字が違うと、x と y みたいなのは足し算引き算ができなかったのと同じように3、3ルート2足す、4ルート3引く、2ルート2って、こういうの出てきたら、これとこれは、ルート2が一緒やから、引き算ができるけど、これは置いとかなかね、足し算引き算できてるね。なので、3引く、2ルート2。3ルート2引く、2ルート2で、1ルート2やから。 それはかかんでいいやね。ルート2になって足す4ルート3。これ以上は計算できないので、これが答えになります。足し算引き算分かったかなルート中身が同じ時は、この数を文字式の時と同じように足したり引いたりして考えることができます。ルートの中身が違えばそれ以上は計算はできませんよと。ただ、例えば、こういうふうにルートの中身が違う時でも今までやった え、ルートの中身を小さくする。そして、分母を有理化する。これを使えば、うまく足し算、引き算できる時があるんやね。ちょっとこれで確認をしてみたいと思います。え、1番やと、ルート1 0に足すルート27。このままやったら、ルートの中身が違うから足し算できへんねんけど、こういう時は、っていうか、いつもこう、ルートが出てきたら、ルートの中身ちっちゃくできへんかなっていうふうに考えてください。そう考えると、ルート12っていうのは、 四4け三やね二の二乗け三なので二ルート三なるよねでルート二十七は九9け三やから三の二乗け三なので三ルート三なるよねそうすると出てきましたどっちらもルート三で揃うんですそしたらこれは二す三で五ルート三にしてあげることができますよと こういうふうにルートの中身ちっちゃくすると、ルートの中身が揃って足し算引き算できることがあるな。2番も一緒です。ルート72と8。これをそれぞれちっちゃくしてみよう。72はこれは何の2乗入っているかわかるかな ?2 の2乗の4も入ってるんやけど、72はちょっと素因数分解してみよう。2で割ったら36。2で割ったら18。18も2で割れるよね。九です。 九は三三けやななので七十二は二の三乗かけ三の二乗やねんけどこのうち二の二乗と三の二乗はどっちらも二乗になっているからルートの外に出れるのやねつまり二三が六がルートの外に出て残ってんのはこの二が一個残っています三乗やから六ルート二です六の二乗が入っててんな十六が引くルート八は四かけ二なので二ルート二やね そしたら一緒になりました。揃えました。6ひく2で4 2でルート音と2ですよと。ちょっとルート書いているとたまに暴走するときあるよね。4ルート2です。次は3番。これも全然揃っていないけど、多分このルートの中身ちっちゃくしていけば揃うんやろね。まずルート45は9号45やから、えっと3ルート5やな。9は3の2乗です。 三ルート五足す、ルート二十は四五二十やから、四は二の二0やね。それが外に出て、二ルート五です。マイナス二ルート五。これちょっとマイナスに置いとこうここは掛け算やね。かける、ルート五十は、これ二十五の二倍になってるやな。二十五っていうのは五五二十五なので、五ルート二になってるやね。大丈夫五の二乗、二十五かけ二が五十やから。 二乗になってたら、五は外に出れますよと。ルート十八は、二句十八やね。なので、えっと、三の二乗が外に出て、三、ルート二ですよと。ほら、出てきましたよと。ここで出てきました。ルート五です。ルート五です。ルート二です。ルート二ですよと。ここは一緒やったら足し算、引き算できねな。三、ルート五、足す二、ルート五で、五、ルート五ですよと。引く、 ここで二五十マイナス十ルート2足す三ルート2になるからマイナス七ルート2やね。これで答えを出すことができました。ゴールと5引く七ルート二です。この一から三番ではルートの中身を小さくすることで計算していくことができました。足し算、引き算ができるようになりました。今度はそれに有利かも混ぜながら。 有理化をすると、ルートの中身が揃うので、計算できることがあるんです。ま、そうやって計算をしていきたいなと思います。ま、ちょっとやってみましょう。一番は、ルート72足す、ルート2分の3やろ。ルート72っていうのは、これ先出てきたよね。こういうのは使わなあかな。えっと、6ルート2です。なので、え、6ルート2足す、ルート2分の3。 これを有理化してあげるよね。そうすると、有理化は分母と同じルートを分母と分子にかけてあげればいいので、下は二分の2になって、上に三ルート二になりますと。こうなるよね。で、これやったらなんかちょっと足し算できなさそうやねんけど、ちょっと書き方、変わった書き方をしようか。こうしたら意味わかるんちゃうかな。えー、っとこ、これね。 六ルート2たす二分の三ルート2やったらどっちらもルート二やからここ足し算できるのわかりやすいよね六たす二分の三にルート二をつけてあげればいいんです六たす二分の三。大丈夫六は分数にしてあげて二分の十二やね二分の十2たす三で二分の十五です,でですのルート2やねで,でルート2は上に書いといてあげた方がいいから こうなるよね。ます、横に書いてあっても分かりやすいと思うけど、答えの時は上に書いてください。2分の15ルートにこれが答えになります。こういうふうに有理化をすることで、計算が、足し算、引き算ができるようになる時もあるんです。そしたら、こっちでも、こっちは何も触らんいでいいよね。分母にルートないのです、こっちらを有理化して計算してみましょう。2分の9ルート5引く 両方にルート五をかけて五分の三ルート五になりますそしたらこれはどうしたらいいでかこれは分数の引き算になってるよねなのでまずはこの二と五を通分しよう二と五やから最小小倍数十やね十分のにしてあげます十分のにしてあげるこっちらは五倍したらいいから九ルート五に5をかけて四十五ルート五やな こっちらは五から十で、二倍したらいいから、六ルート五やね。そしたらここで計算できますよと。十分の四十五引く六で、三十九ルート五やね。これはこれ以上約分できやな。できるときは背中ね、答えになります。三番行ってみようか。三番はここを有理化して、これとこれもルートの中身ちっちゃくできらね。やってみようか。 有理化するとき、ルート3をかけたらいいので、3分の3ルート3ですよと。これは約分できたね。消えました。結局ここはルート3やねな。足す、ルート27は9かけ3やから3、3ルート3やね。引く、ルート12は4かけ3なっとるから、2の2乗が外に出て2、2ルート3やね。 そしたら、ルート3たす3ルート3引く2ルート3やか4ルート3なって、引く2ルート3なので2、2ルート3になりますよと。これが答えになります。ここでは分母の有利化も混ぜて、足し算引き算ができる形に、ルートの中身が一緒の形に変えていきました。分母の有利化とルートの中身を小さくする。これはルートの入った計算、いろんなところで出てくるんやね。 なので、正確に早くできるようにしといてください。